化粧板が。あら、かわいい。化粧板って言うんですか。ああ。すいません、この先まだ工事中なんで。あのね、トラブルで工事が遅れてるの。それでね、運送係さんが致命的なミスをしちゃってね。お忙しいところすみません。いえいえ、わかんない。あ、もしもし、こちら樹状細胞です。あんね、それでね、バケツいいよ。赤血球のお姉ちゃん、こんにちは。えい、うん、えい、うん、えい、うん、えい、えい、くすぐったいよ。そういえば、さっきの嫌な予感は。またね、バイバイ。またやられた。うん、おいしいね。うん、あ、赤血球のお姉ちゃん。ああ、何食べてるの？おいしそう。あれと。よいしょ。よいしょ。凝固因子でこうしてフィブリンをつなぎ合わせてね。そうだよ。白血球さんたちは。その、白血球さん起きて。お姉ちゃん気をつけて、血管の外に落ちちゃうよ。あの人、探求さんたちだ。来てくれたんだ。強い、かっこいい。えい、熱い、えい、熱い、えい、熱い。とにかく表皮から放熱しないと。これは血球さん、これは血流増加。これだけ見ればただの体温調節システムの一環だが、まさか貴様が白血球か。ああそうだ、火事場泥棒みたいな真似をしてくれるな。血小板たちを頼む。白血球さん、頑張ってください。お姉ちゃん、熱いよ。大丈夫、白血球さんたちがきっと何とかしてくれるはず。天からの奇跡の雨により、何とか熱中症の危機は回避された。
なんか首とか脇の下とか太い血管の周辺がやたらと涼しいぞ。おお。わ、本当だ。涼しいよ。ああ、そうだな。お前、白血球のくせに熱中症になったって？アホだな。しばし涼む血球たち。出会った。小ワンちゃんは傷口を塞ぐのが仕事で、こんなちっちゃいのに血管の中の平和を守る。ピブリンに巻き込まれないでください。ご協力ありがとうございます。先輩ってば。白血球さん、血小ワンちゃん、とにかく血球たちは体の中心部へ集まれとの命令だ。見ろ、すごい血圧で押し寄せてきたぞ。緊急事態が発生しました。免疫細胞の皆様、損傷部からの細菌の侵入に備え、至急現場へ急行してください。血小板の皆様は直ちに損傷箇所へ集合し、速やかに止血をお願いいたします。すみません、皆様、甲状腺維持のため酸素運搬を継続してください。血球の